暗殺成功良かった発言大炎上、島田雅彦作家邦大教授ということなんですけれども、こちらの方なんですけれども、山口さん、とんでもない発言で大炎上しておりますが、4月14日ってか、ついこの間ですよね。インターネット番組の、自分のインターネット番組の中で、法政大学国際文化学部教授の島田雅彦という男が、安倍元首相暗殺事件について、暗殺が成功してよかったと話した。この人はね、大学生に何か教えてる人ですよ。これ法政大学どうするんですか？これ解任でしょ、これ。何を教えてるんですか？国際文化学。これ暗殺が成功してよかったという考えの人を大学教授にしている法政大学。それからこの人時々テレビに出たり、それからね、確か私の知識では芥川賞の選考委員をしている。こういう人に言論の場所を与えているプラットフォーム自体が民主主義の敵です。そうですね。